ねえねえ、なりくん、はい、ショートブレッド作っててこの前言ってたじゃん。あ、作ったよ。おーざっす。はい、やった。おー、あショートブレッドってことはさ、うん、これ素朴な疑問だけどさ、うん、今後あったらロングブレッドになるの？なるかも。いいね、カロリーメイトみたいね。普通のショートブレッドはアーモンドプードル入れないんだけど、それは入れて、ちょっとさっくりアーモンドの香りを出してるんです。アーモンドプードル。そう、アーモンドのワンちゃんじゃないよ。とにかく美味しいの入れてくれたんだ。そう、アーモンドの粉末にしたものが入ってる。食べていいですか？じゃあ、ザン。はよー、ポインって入れた。大丈夫？そんな食べて口パサパサになってしゃべれなくなっちゃうよ。あ、ごめん、うまいって言うの忘れてた。うまい。ひろきくんってさ、美味しい時って本当に美味しい時ってうまいって言わず食べ続けちゃう癖があるんだよね。癖じゃない、習性があるんだよ。動物みたいに。うまい、うまい、なんかプードルの味がする。嘘つけ。気をつけないともりもり食べちゃうんだよね、それ。美味しいから。うん、さ、うん、めっちゃカロリー高いよね。カロリー高いね。危険だよ、ほんと。だって1個10キロカロリーぐらいのテンションで食っちゃう。で、作るね、バター 100g 入れてますからね。おお、小麦粉もね。いや、うまいわこれ。好き好き好き。おう、親指でかい。親指でかい。俺のこのハート、親指でかくてキモいよね。うん。うまい。うまい。食後にいっぱい食べちゃったね。食べ方怖いんよ。食べ方怖いんよ。おう。うん。そうよ。おいしいよ。うん。まあ、あとこれ俺の。いいや。名前どこに？あ、瓶にクッキーに書く。クッキーに書くわけないじゃん。何言ってんの。アイシングクッキーにしたら。エンディングテーマ流れてきたので終わりにしようと思います。皆さんもよかったら作ってみてくださいね。モーリセンチでした。またねー。バイバーイ。